ほら。こんにちは。子供の頃スーパーに行くとカゴの中にこっそり食玩を入れていたスタルケルです。今回レビューするのはこちらです。食玩ライダーごちそう01です。それでは見ていきましょう。ということでついに発売されました食玩ライダーごちそうです。はい、食玩版のねごちそうになっておりますけれども、はい、ちょっと開けていきましょう。はい、こんな感じになっております。はい、こんな感じです。1番チョコ丼、2ブルキャン、3アギト2つ、カブト2つ、で5ナーゴ、6バルバラドって感じで、うわ、このさアギトとカブトね2個入りになってんの嬉しいですね。はい、一番人気なんじゃないのこの2つがね、僕の中ではですけど、平成もうあの直撃世代なんで、はい、まあ、ということでこれでね、はい、レジェンドライダーよ4つね、増えるってことでね楽しみです。はい、じゃあちょっとね1個目のちょっと、はい、チョコ丼のパッケージ見ていきましょう。はい、こんな感じになっております。はい、裏こうラインナップ書かれてますね。はい、こうなってます。でね、あの今マジでごちそうのもうどこ行っても 見当たらないっていうか売り切れ続出なんですよ。そのデラックス版のやつとかな、あのガシャポンのやつとかもね。なので食玩これお店で見つけたら欲しい人は絶対買った方がいい。後で買おうとかって思ってたらもう絶対なくなるから、あのねメルカリのね価格とかもね上がってるんですよね。その高騰してんのよ。だからあ、やっぱめっちゃ人気なんだろうなと思って、はい、なので皆さん見つけたら絶対 買うようにしましょう。はい、そしてブルキャンごちそう、はい、こんな感じになってますね。はい、そしてアギト、はい、かっこいいね、アギトいるね。いや、このさレジェンドライダーごちそうが本編でどういう使われ方をするのかがめっちゃ気になる。本編に まず出てくるのかって話なんですけど、はい、次カブト、はい、来ました、カブト。これすごいんだよね、カブト一番楽しみ。はい、次ナーゴ、はい、ナーゴね、はい、ギーツね激アツですから。そう、タイクーンがねあの次のテレビくんで出るんですよ、11月だか12月だかに。はい、なのでそれも楽しみです。そしてバルバラド、はい、来ましたバルバラド。これはあれかな、仮面ライダーバルバラドですね。仮面ライダーじゃないバルバラドではないですね。仮面ライダーになった後のバルバラドになっております。はい、ということでこの6種類今回レビューしていきますけれども、ちょっと開けてみようか中身ね。はい、さてさて、うん、こんな感じになってます。で、お、はい、無垢の状態のね、はい、このチョコ丼と、あと、はい、シールとラムネ入ってます。じゃあラムネちょっと食べちゃおっかな。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。はい、うん、これこれこれなのよ、美味しいね。はい、そして次ブルキャン、はい、かわいい色してるね。はい、そしてこんな感じのシールね入ってます。で、次アギト、はい、うわ、めっちゃいい色してる。なんか若干わかるかな、メタリックっぽさある、キラッと輝いてる。うん、ラメだ、ラメ、樹脂がめっちゃ綺麗。はい、そしてシール入ってます。はい、で、次ガブト、カブトは、はい、わ、カブトも若干シルバーっぽい、キラッとしてるね、ほらめっちゃ綺麗。そしてラムネと、はい、シールね入ってます。そして次
ナーゴ、はい、ナーゴが、はい、こんな感じ。これはまあ普通の、普通のまあ若干ね粒子見えるけど、はい、こういう綺麗な水色、濃いめの水色です。そして、はい、こんな感じで可愛い、こんな感じになってます。はい、そして最後はバルバラドだね。はい、バルバラド、うわ黒金だね。はい、こんな感じでちょっとガンメタっぽさあるな。はい、そして、シールとラムネが入っております。はい、こんな感じになってます。それではね、早速シール貼っていきましょう。ということで、すべてシール貼りましたので見ていきましょう。まずはこちら、食玩版のチョコドンゴチ像ですね。これデラックス版あるので見比べていきましょう。こっちのデラックス版がクリアパーツになってます。食玩版はクリアじゃない、白い成形色、まあ、若干なんかミルキーな、なんていうの、このちょっと黄色みがかった、白になっております。こんな感じです。あれだね、劇中の見た目的にはこっちの食玩版の方が似てるかもしれません。発色が良くて、で開くと、はい、こんな感じになっております。ほぼ一緒。ただ、この実際にね、このバレンバスターとか、あと変身ベルトガブとか、これで変身させた時に輝き方がね、やっぱデラックス版の方が綺麗なので、その違いぐらいかな。はい、それも後でちょっと見ていきましょう。はい、そして次こちらブルキャンですね。ブルキャンご地蔵、これもデラックス版ありますので見比べていきましょう。はい、デラックス版がクリアになってます。で、食玩版はクリアじゃない成形色です。じゃあ開きます。はい、こんな感じで、もうほんとほぼ一緒ですね。シールも同じような感じになってます。はい、それでは次はこちら、仮面ライダーアギトです。はい、いいねこれ。はい、オルタリングもね、しっかりとベルト、はい、つけております。で、ここ仮面ライダーアギト、はい、かわいい。開くと、はい、かわいい。前歯がさ、ほら3つこのついてる、マジアギトをね、めっちゃ可愛くね、ご地蔵化してるっていう。いいね、この成形色もめっちゃ綺麗、ほらこんな感じで。はい、そして次、いやこれすごいのよ。はい、なんと仮面ライダーカブト、これマスクドフォームなんだよね。おいおいおい、ライダーフォームどうしたって感じなんですけど、はい、ちゃんとカブトゼクターね、つけてます、ベルト。はい、これ開くと、なんとキャストオフ、ブッ、はい、なんと、はい、こんな感じで中にライダーフォームいたっていう、このご地蔵の展開をさ、キャストオフに見立てんの天才です。素晴らしい。はい、じゃあ次こちらナーゴ、はい、です。こんな感じになっております。はいね、デザイアドライバーとね、このね、バックルね、つけております。で、これ横にちょっと分かりにくいけど、仮面ライダーナーゴってこう後ろに隠れて書いてあります。はい、こんな感じですね。はい、で開くと、はい、こんな感じで可愛い黒いね、見た目になっております。中身で、この口いっぱいに開けてます、可愛いね。おい、そして最後こちら仮面ライダーバルバラド、はい、こんな感じになってます。はい、ちゃんとねバルバラドライバーね、つけてます。で、これ開くと、いいね。いや、この色がすごい、ちょっと赤っぽい紫、もう本当にバルバラドっぽい。で、このめっちゃ口開けて可愛いっていう、いや、このさ、ガッチャードのこのライダーたちめっちゃ可愛いんだよ、ほらこうやって口開けてめちゃくちゃ可愛いっていう。はい、いや、だからちょっとガッチャードたちでね、こう並べるとね、みんな口開けてて可愛いんですよ。はい、まあっていうね、この同じシリーズでもね、こう並べたくなりますよね。ほら、こちらギーツとかね、はい、全部同じ形になってます。はい、まあという感じで、じゃあ早速音ね、確認していきましょう。
ちょっとまずは食玩版とデラックス版の違いについて、もしかしたら知らない方いるかもしれないのでやっていきましょう。ちょっとまず変身ベルトガブでね、はい、変身していきたいと思います。まずは、はい、あ、やばい、はい、こちら食玩版のチョコドンゴチゾやっていきます。光り方見といてください。こんな感じ。じゃあ次はデラックス版のチョコ丼。はい、めっちゃ光ってる。ほら、めちゃくちゃ光ってます。はい、ということでデラックス版はね、ほら、このベルトとかと合わせた時に光り方が全然違うっていうね、あの違いがあります。じゃあちょっとこっちのバレンバスターでもやっていきますか。せっかくなんで、じゃあブルキャンでいくか。はい、まず開く、あ、ちょっと電源入れないと。はい、開く。でここに、じゃあ食玩版からいきます。あ、ブルキャン割と光って見えるね、食玩版でも。じゃあ次デラックス版。めっちゃ光ってる。はい、って感じで、めっちゃデラックス版は光ります。どっちでも、バレンバスターでも変身ベルトガブでもっていう違いがあります。はい、じゃ あ次は、皆さんお待ちかねのレジェンドライダーいきますよ。仮面ライダーアギトいきましょう。楽しみすぎる。ピーヨンピーヨンって面白すぎる。かわいいね。いや、これ劇中で見たいね。はい、じゃあ必殺技いきます。はい、ということで、この必殺技音声は全部レジェンドライダー一緒ですね。じゃあこのアギトをバレンバスターでね、変身したらどんな音が鳴るのか聞いてみましょう。セット、はい、これ上下、あの間違えやすいんで、あの間違わないように。はい、アギトってなりましたね。じゃあ必殺技。アギトってなりました。はい、まあ、てな感じです。はい、じゃあ次、次はこちら行きましょう。カブト、めっちゃ楽しみ。はい、行きます。水色だ。
すげえ。キャストオフって言ってましたね。かわいい。え、これちょっと何回も聞きたくなるね。めっちゃかわいい。なんか擬音をさ頑張って再現してんのがやっぱめっちゃかわいいね。必殺技同じなのでちょっとこれで、はい、終わりましょう。じゃあバレンバスターでどんな音が鳴るのかいきます。セット。はい、カブト。じゃあ必殺技。はい、カブトです。このバレンバスターはさ、この変身ベルトガブと違って、その当時の変身音再現みたいなのはないけど、全部ね、あの兜とかって言うけど、でも必殺技がちゃんとそれぞれね、カーブートとかって用意してあって嬉しいね。はい、じゃあ次行きましょう。次ははい、こちらです。ナーゴ行きましょう。はい、黄色だ。うわーすごい、ね、ビートバックルをちゃんと再現しておりました。かわいいね。はい、じゃあ次このバレンバスターでね、これ主人公ライダーじゃないですから、どんな音が鳴るのかやっていきましょう。セット。すごい、ちゃんとナーゴって言いましたね。じゃあ必殺技いきます。はい、今ギーツーって言いました。これね、その主人公ライダーじゃない場合は、その作品の主人公のライダーの名前を必殺技で喋る仕様になってるっぽいですね。はい、という感じで、じゃあラストいきましょう。ラストバルバラド。はい、いや、ガッチャードの興奮冷めやらぬですよ。だって V シネやるからね、めっちゃ楽しみです。はい、やばい、いきます。紫。やばい、これ一番面白いかもしれない。シュン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 とかビキビキドンビキビキドンとかやばい、これちょっともう一回聞きたい、もう一回聞きたい。いいですか、めっちゃ面白い。やば、最後のなんかやる気ないパパーンとかもさ、全部かわいい。あ、なんか意外にバルバラドだ、今回一番かわいいの。意外なことにバルバラドでした。アギトとかかなって思ってたけど、めっちゃかわいい。はい、じゃあね、この
バレンバスターでもやっていきましょう。そうです。あ、やばいやばい、ちゃんとセットしないと。はい、ということで必殺技やっていきましょう。はい、ガチャードでした。はい、まあ、っていう感じでしょうかね。はい、こんな感じで、まああといろいろ連動できるものといえば、ガブガブレイドとゴチスピーダーとかとも連動とかできますし、いろいろ連動できますので、まあ普通にこの本体だけ持っててもね、こうやって開いたりしてギミックあるから可愛くてね、集められますということで、現状手に入れられる、全てのレジェンドライダーゴチ像を並べるとこんな感じになっております。ちょっと後ろ見えないかもしれないんですけど、はい、クーガ、アギト、リュウキ、ファイズがなくてブレイ、響きなくてカブトですね。はい、電王、キバとディケイド、まだ、出てません。はい、で次、次がまあいろいろね、抜けてての、エグゼイドで、はい、まあ一応セイバーって感じになっております。はい、であとはこれだね、最近の仮面ライダーでいうとギーツ、ギーツのね、仲間たち、はい、このぐらいいます。ギーツ、バッファナーと、ね、冒頭でも言いましたけどタイクーンはテレビくんのね、11月12月号だったかなで発売される予定なのでね、4体揃えることができますね。はい、そしてこちらガッチャード、はい、ガッチャ、はい、ガッチャードはね、今3体出ております。ガッチャード、マジェード、バルバラドって感じでね、はい、こうやってやっぱ新しめのやつね結構出してくれてますよね。うん、まあなので、であと今月めちゃくちゃご地蔵出る月なので、10月っていうのは、はい、なのでそうガシャポンも出るし、あと普通に表情違いのやつ、ライダーご地蔵セットみたいなあれ02も出ますし、あとレジェンドライダーご地蔵セットも出るしって感じでいろいろ出ます。はい、あ、そう、あとこのセイバーはテレビくんの付録だったりするので、この付録系とか、まあ、全部のご地蔵はそうなんだけど、買い逃したらマジで手に入んない可能性あるので、ちょっと欲しい人はぜひ探してみてください。あとガシャポンね、もう今週から発売なんですけど、僕の近くの近所のね、ガシャポンあるお店ではまだ入荷してなかったので、入荷次第見つけたらね、回してでレビューしようと思いますので、楽しみにしていてください。それもね結構面白いラインナップになってます。バルカンとかいるしね、うん、レジェンドとか、うん、仮面ライダーレジェンドとかね、はい、あっていう感じかな。はい、はい、ということでね、皆さん仮面ライダーガブ見てますでしょうか。最新話のさ、バレンちょっと激アツでしたね。あそこまで深みのあるキャラに なるんだなってっていうのを思いませんでした。なんか人間そのまま人間で戦っていくかと思いきや、ね、人体実験みたいなことされてバレンに変身するっていうね、あれも良かったですよね。だから主人公の、ね、ショーマもそうだし、このバレンのさハントくん、カラキダハントくんもそうだけど、なんかほんといろいろ背負ってね、改造されて戦うっていう、結構このポップなお菓子のイメージとは真逆のストーリーになってて、それがめっちゃ面白いので、皆さん見てない方ぜひね、見てみてください。はい、ということで、はい、今後もこのガブの商品ね、いろいろレビューしていきますので楽しみにしていてください。ということで、今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォロー、あとチャンネルメンバーシップも始めております。限定動画とか限定スタンプとかね、使えるので、よかったら見てみてください。あとグッズも出してますのでね、よかったら見てみてください。ということで以上、スタルケルでした。